かにある石段というか、古い神社とか、そんな雰囲気のやつをなんか作りたくて、高低差をつけたいのと、この隙間をやりたかったんです。石段、段と段の間の、これはすごい。これも時間がかかって、ちゃんと経ってるタイプです。これがね、19年の6月に作ったタイプで、1年半ぐらい、8年半ぐらいですね。これもやっぱり今ちょっとコンディション良くなってきたんですけど、1年半の間に1回コンディション悪くなったりとか。それは何の関係？季節？季節かな。夏前ぐらいに一回、今年ちょっと半分ぐらい茶色くなってというか、この上の小粒ゴケもちょっと茶色いところあるじゃないですか、全体がそんな感じになっちゃって、やばいなと思って、ちょっと放棄場所を変えたりとか、あとやっぱ秋になると温度が落ちてくるんで、新芽がどんどん吹いてきてコンディション良くなってきたりとか。やっぱりこういうクーラーがある環境だとしても、春夏秋冬は感じてるんだね。感じてますね。だから一時ちょっと悪くなっても、そこまでこう諦めずに、なんか工夫して、やるとまた回復してきて、ね、結構今見れる状態じゃないですか。いや、全然可愛い。でもさ、そういう苔を管理してる人たちさ、今あんま見てほしくないんだよねってやっぱあるでしょ。そうだろうね。そうだよね。でこっちは最善を尽くして管理をしてんだけど、この天、こういう、ね、続いた天気とかによって変わってきたりするからね。変わってきたり、これもいいね。やっぱその石とかの置き方で全然違うね。完全にこう覆い尽くすのもいいんだけど、その手前ぐらいを一回見てほしいんですよね。これだとこの提灯ゴケがこう伸びてきてわーって張ってるぐらいの感じのところが好きで、このぐらいからスタートしてもらって、ゆくゆくこうなっていくみたいなところ、でも石子さんがさ、テラリウム販売はしてるわけじゃない、その時ってその販売するまでに、作ります、で販売するまでどのぐらい見るっていうか、どのぐらい開くっていうか、大体1ヶ月ぐらい。取って出しじゃないんですよ。そこすごいよね。作って売るとして1ヶ月置くって。1ヶ月置くと、ちょっともう花粉が出てくるんです。2週間、3週間ぐらいで苔の花粉が出てくるので、動きにくくなったり定着するのと、何かしらやっぱトラブルが出る可能性はあるじゃないですか。植えた直後が一番出やすいんですよね、なんか虫が偶然入っちゃったりとか、なんか花瓶の元になるようなものが入っちゃったりとか、何かトラブルが出るのって大体2週間とか3週間ぐらいで出てくるので、それを越してくるともう安心してというか、ちゃんと商品として渡せる、気持ち的にもね、そこでかいと思う。そういう販売の仕方をしてるっていうのはやっぱりでかいと思う。売りっぱなしじゃないもんね。ああ、この辺があれだ。こっちの辺がまあ商品としてお店に置いてあるものがずらっと。ああ、だいわゆる卸棚って感じだね。そうですね。普段はこれを必死になって植えてます。ああ、そうかそうか。なんだこれ、すげえでかいじゃん。なんだこれ。殺人事件だよ、なんか死骸動物の骨いるよ。あ、なにこれ、骨シリーズ。骨シリーズ、そこワニの骨シリーズかな。開けてみる。あワニの骨。これもちろん おもちゃでしょ。おもちゃ、びっくりした。ここの乗らないから、ね、向こうの方がいい。意外といいな、これ。そんなグロくないじゃん。苔見に山とか行くと、鹿の骨とか実際にあるもんね。このシダはわざとでしょ。このシダはわざと、いいな。でもこれ男の人とか好きそうだよ。そうですね。
人骨シリーズもあるけど見ます？あ、なに？イミテーションでね。イミテーションだったら見る。だったら見る。ちょっと持っていきます。うん、人骨シリーズって面白いね。でもそういう人を、スカルとかね、ドクロとか好きな人いるからね。うん、そういうのを考えると。シダが、シダが。